朝鮮に拉致されたタイ人女性の誕生日に合わせて親族らが帰国を祈る儀式を行いました。今月末には北朝鮮も出席する国際会議がタイで予定されていて、親族らは事態の進展を期待しています。こちらではノーチャーさんの65歳の誕生日に合わせて無事の帰国を願う祈りが捧げられています。タイ人のアノーチャーパンチョイさんは1978年出稼ぎ先のマカオで行方不明になりました。2005年になって拉致被害者である曽我ひとみさんの夫のジェンキンスさんの証言で拉致が判明しましたが、その後進展はありません。儀式には日本の家族会から増本前事務局長も参加しました。タイでは月末に北朝鮮の外相が出席する国際会議が予定されていて、親族らはその機会にこの拉致問題を取り上げてほしいと訴えています。